ン行ってきましたよ。おお、うん、本当にもう昨日一昨日か。そうですね。できて初めてかもしれない。うん、なんかね海外っぽかったね。周りの人にね言ったんだよ。あの俺 TKO 木下さん、はい、と一緒に並べてみて、で木下さんにこれちょっと外国っぽくないですかっていう話をしてて、アナウンスとかなんとか選手の入場ですって言ってる入場、あれが全部英語なのよ。ああ、そう。あとなんかあの VIP の方の席は軽食とか、用意してたし、こうなんかご飯をこう持ってくる。もともと It's Showtime っていうのとか、グローリー、ゴールデングローリーとかはこうテーブル席があったりとか、丸テーブル席があって、そこでこうご飯を食べながらこうやってやりながら試合を見るみたいな感じで結構やってたりとか、ヨーロッパで、ね、結構そういうのがあるんだけど、なんかまあそんなような雰囲気もちょっとありつつの、ね、うんうん、日本での大会でした。まあ、では試合の結果を振り返ってまいりますか。青木選手と、もともとこのセージノースカットっていう選手との試合だったんでね、うんうん、で当日に変わったとかなんか、そうですね、なんか速報みたいな感じで見ましたね、うん、そうそう、なんかなんだっけな、テコンドーにビザに不備があって来れなかったとか、なんかそんな感じだったんですよね。だったけど、代替えの選手、もちろんすごい選手だけど、うん、まず階級が違ったでしょ。あ、そうなんですね、うん、もう体つきも全然違ったし、うん、まあね、でもそれでも、うん、結構 K1 とかでもあったけど、急に相手が変わってぶっ飛ばされるパターンとか結構あるから、うん、うん、まあそんな中、まあ、クモの巣に蝶々が引っかかって、それを食べるタランチュラみたいな、うんうんうん、もう一方的でしたね。あれは一方的だね、はい、うん、あとあれでしょ、5万ドル、そう、あれもうあそこら辺の選手みんな全部5万ドルもらってたでしょ。750万ぐらいでしょ。そっか、今だと KO 賞750万だよ。うわ、ちょっとやっぱねレベルが違うね。うん、うん、ってことはよ、ってことはファイトまでもっと高いの。うん、うん、そうそう、そういうことなの。やっぱすごいね、うん、青木選手の俺今あのチームワンであの一緒にマスターやったりとかしてるから、ああもうめっちゃ応援してたし、うん、俺の一つ下のね、大ベテラン、うん、青木選手ね、立ち技がうまいの。うーん、そう、マジでムエタイが好きらしくて。そうなんですね。そうそうそう、だから寝技の本当に天才ってこう、うん、言われがちだけど、やっぱり、ね、立ち技もね、やっぱすごい上手くて、で、これってやっぱこういう風にやって、こういう風に考えてるんですかみたいな、あれやったこれやって考えてるんですかって言ってなんで言ったか分からなかった。こういうのやって、こういうのやって、こういうのやってんすか。似てない。めっちゃそっくりだった。ちょっと似てた。初めてやったちょっと似てたわ。格闘技に対して向き合い方がやっぱすごい。あの大ベテランでやっぱりそこまで、しかもね、立ち技、まあもちろんね、立ち技ももちろんあることだけど、でもやっぱその中でその一つ一つこういう細かいところとかをすごく考えるような、すごい繊細な人で、はい、続きまして秋山選手、はい、とキーホルツケン。そうなんだよ、これよ、ちょっとびっくりしたのよ俺。うん、ニキーホルツケンって、まあ、知らないでしょ。わかんないですね。これね、昔の K1 ワールドマックスに出てた選手なの。そう、俺のそれこそ本当に一つ下、一個下ぐらいで、同世代で、で初期に出てた。俺2005年ぐらいから出てたけど、まあ、そのぐらいから出てたぐらいの選手で、二十歳とかそんくらいで出てた選手で、あれニキーホルツケン、うわー知ってる知ってると思いながら、で秋山さんとだから相当でかい階級でやってて、であれはキックボクシング対 MMA のミックスルールなのかな、 MMA になる前に逃っちゃったというか、うん、ね、やっぱそこがね、あのミックスルールのちょっと難しいところで、うん、秋山さん逃げて、秋山さん逃げてと思ってたけど、やっぱパンチがポーンと当たっちゃって、うん、まあ、2ラウンドなってたら全然分かんなかっただろうし、そうですよね、逆に MMA からキックボクシングとかのルールだとまた全然結果も違っただろうし、うん、まあだからここはね、なんとも言えないというかね、うん、で、もう一個ちょっと言いたいんだけど、はい、グレゴリアン対シティッチャイ、これはね、何のこっちゃって思ってる人ももちろんいるかもしれない、でもね、キックボクシングやっぱ世界最高峰の試合をやっぱりあそこで見れるっていうのはね、もっと話題になってもいいかなっていう試合かな、うん、もうだって何回もやってるでしょ、4、5回やってるよね。そうなんですね、うん、で、アラゾフ、うん、今ワンのその70キロの階級のチャンピオンはチンギス・アラゾフ、うん、俺がダウン取ったね、はい、まあまあまあ、そのアラゾフが今世界最強、うん、超最強
であとここにシッティッチャーがいて、うん、シッティッチャーとグレゴリアも勝ったり負けたり、うん、シッティッチャーとアルゾフもそうでスーパーボンっていうのがいて、うん、でまああとはペトロシアもいるんだけど、まあまあ大体今ずっと出てる中ではこの世界4強かなと俺は思ってて、うん、まあやっぱねちょっとレベルがすごいかな。グレゴリアってもともとずっとこうやってって前に行くの、うん、顎にこうガードこうしながらもうボコボコに行くので、アラゾフはこの間のワンの時タイトルマッチの時にもうやっぱりこれをもう全部防ぎ切った、合わしてかわしてもう合わせながらもうもらわないバーンってこうやって肩かわしてっていう戦い方、俺シッティちゃんがそれやるかなと思ったら、はい、シッティちゃんは、ね、捕らえられちゃったね今回は、今回はうん、今回は食われた、うんうん、でこれが食われなかったパターンもあるし、うんうん、今回は捕らえられたで腹利かされてでボディーでやってなった、もう意外だね、うんうん、もういい試合だったな、俺が格闘技ファンとしてこうもう夢中になって見たというか、うん、俺の周りの人とか別に何残っちゃうかお酒飲めないもん、ね、俺はもうこう、うんうん、身を乗り出してこう見た、まあ自分の階級っていうのもあるしね、うんうん、メインイベント、はい、タケルよ、タケル対スーパーレック、はい、これはね、あのもうね、有明アリーナがね、すげえことになってた、グワーッと盛り上がってたし、歓声が半端じゃなかったよね、あとちょっと不思議というか、はい、タケルが青入場ってないじゃん、先入場、うんうんうん、後からチャンピオンが来るってまずないでしょ、はい、まあ、そこが見れたっていうのもあの一つの見どころでもあったかなとは思うんだよね、うんうんうん、やっぱりね、タケルの何がすごいってね、ザマッチの那須川天心くん戦の時よりファンが増えてる、うん、すごさ、もともとなんだタケルのことね逃げてるんじゃねえよとか、はい、まあ俺ねもう言われてるの K-1 時代一緒に見てたし、はい、言われてるっていうのももちろん知ってたけど、もう多分そんなに誰もいないんじゃないかな今、うん、タケルが逃げてるとか、だって言ったところでいや逃げてないし、そうです、ね、いやもともと逃げてないんだよ、うん、もっともっとずっと天心君戦をやりたいやりたいって本人はずっと言ってた、うん、それを止められてただけ、うんうん、まあ惜しくも敗れました、うん、だけどファンが増えてんだよね、うん、そこがすごいよ、で何よりももっとすごいって思ったのは、トップの選手の格闘家がみんな SNS でタケルを応援する、ツイートだったりとか、うん、投稿してるんだよね、ここがすごくない、格闘家からみんなからリスペクト、例えば平本蓮君もそうだし、うん、安保君もそうだし、うん、やっぱみんないろんな選手がやっぱりリスペクトを持ってタケルのことをやっぱ見てる、うん、日本の格闘技がやっぱ自分たちをこう支えてくれてパーってなったっていうこの感じをやっぱいろんな格闘家が言ってるっていうのが俺すげえなーと思って、うん、もう入場してきただけでやっぱガーッと胸熱になるよね、うん、あーってなる、うん、やっぱり努力とか分かるし見てるしっていうところだね、うん、で試合よ、うん、5ラウンドだから、うん、3分5ラウンドだから1ラウンド、まあねちょっとローキック 1ラウンドで俺木下さんに言った1ラウンドでちょっともらった回数ちょっと多いかな、うん、1ラウンドだからやっぱ言っても3ラウンドじゃないし、うん、1ラウンドだからあのローキックをもらったらやばいかなと、うんうん、だからなんでカットしなかったのかっていうのは俺分からないし、うん、カットできなかった理由もあるのかもしれない、うん、もしかしたらその手前で怪我してたりするのかもしれない、うんうん、分かんない練習とかでね、うん、カットできなかった理由があるのかもしれない、そんなことは絶対セコンドぐらいしか知らないから、うんうんうん、絶対周りとかに絶対言わないから普通は選手は俺もそうだし、うん、だけどそういうのがあったのかもしれない、ただまあ一つ言えるのは1ラウンドの時にあのローキックこれちょっと1ラウンドもらいすぎかなと、うんうん、これ後から、うん、まあタケルの根性でいくっていうのはもちろん分かるけどタケルの根性でいってるけどどうしてもやっぱりじゃあ例えばここで木にブチって切れたりとかしたら気持ちはいってるけど例えば右足左足がなくなったら歩けないわけだし、うんうん、っていうぐらいの話、はいはいはい、うん、気持ちと体のこれが全然こううまくいかないこともあるから、うん、まあまあまあちょっともらいすぎかなと思って、うんうん、で2ラウンドも似たような感じ、うん、でスープレックがうまいのは右と右なんだけどジャブワンツーとかでジャブワンツーでもうすぐここら辺にパッと前蹴りを出すんだよね、うん、前蹴りを出してタケルを絶対入れさせないで来たら膝入れる、やっぱその中でもパンチもやっぱこうやって打つとうまいし、うん、でその中でローキックを入れる感覚をここを鈍らすしもらいたくないなっていうふうに思わすし、まあ、気を散らすっていう、まあ、本当だから基礎だよね、
格闘技の基礎、キックボクシング、ムエタイの基礎をしっかりやっぱスーパーレッグはすげえなと、そこら辺のレベルでやってた。3ラウンドかけるの猛ラッシュあったよね、バーってやった。俺あれね、何度も見た、もうね、多分3、40回見た、あのラッシュのところ。スーパーレッグどうしてこれをやったのかなって俺分からん、あれ。ずっとね、こうやってやってんだよ。ボディ効いたのか、効いてないけど体力を使わすためにやったのか、意図が分からないなと思って、こうやってやって。でもね、おもろいもんにクリーって一発ももらってない。あの連打、うわーって会場ものすごい盛り上がったし、うわーいけーと思ったけど、はい、もらってないんでね、ポーンとはなってるけど、はい、この連打の中のこうスコーンとはなってるけど、ガツンって顎に重くし入ってるって一発もらえない。あの意図はちょっと分からん。しかもあれをパンチ連打じゃなくて、例えば顔面膝とかやってたらどうすんだろうって思って、いろいろ畑がバーってパンチをした。ああいいはいいやいいよ、あのスピードで打てんのってやっぱもう多分世界でも負けたよ、あのスピードバンバンバンって。でもあの回転はあれだって、今までのほとんどの選手はあれでぶっ飛ばされてるわけだ。そうですね、あのラッシュであれを耐えちゃうところだよね。あそこで耐えて、まああとはもうローキックが徐々にこう効いてきてて。そうですね、でもタケル出さないね。いやあれすごかったですね。多分一般の素人の人とか見たら、え、ロー効いてんのって思うのかなって思う人も、まあね、もちろん格闘技いっぱい見てる人は分かる。実際ね、昨日とか SNS タケル上げてたけど、すごいよね、あのローキック、あの足で最後まで戦い続ける、ね、5ラウンドだから、3ラウンドじゃないかな、あのとこのなんか精神論っていうのはやっぱすごいっすね。じゃないね、5ラウンド終わった時点で、まあ、スーパーレッグはまあ逃げ切ったという感じかな。5の最後とかもそうだけど、まあうまいよ、やっぱ最後でこうやってやって、この試合巧者というか巧みだよね。もうポンポンポンつって、このジャブからパン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 ワンツーとか、終わった瞬間はまあこれは勝てないなとは思ったし、まあ、一般のお客さんとかもまあこれタケル勝ちでしょっていう声もまあなかったかな。だけどやっぱりね、すごいのがお疲れ様としかやっぱみんな思ってないっていうところですよね。だけ努力してるところとか、まあ、SNS とかでね、みんなファンの人もみんな見てるだろうし、そこら辺をこう見て、彼のその背景を見てるから、多分そこでもっといけよとか言える人間がいないんだよね。だそういうところまでのまあカリスマ性じゃないけど、なんかそういうとこもあんのかなと思ったよね。これちょっと明日会うから、多分ご飯行くから、あので大丈夫っつって、お疲れ様って言ったんだけど、何とか大丈夫です、松葉杖で行きます時代を作った男だよね、やっぱね、格闘技の。だからこのね、だからこの後ね、だからちょっと遠回りになっちゃったけど、あのまあ一番この後一番タケルの中で綺麗な終わり方は、まずロッタンとやる。そうですね、ロッタンとやって勝って、もう一試合やるのかもしれない、他とやったとしても、もう一試合やって、で次もう一回スーパーレッグに挑戦して、タイトルマッチ、これが一番綺麗じゃない、ね。まあ、それからロッタンがもしかしたら塗り替わってチャンピオンになってるだとしたら、ね、下にいるスーパーレッグともう一回やって勝ってロッタンでやる、でこれがまあ一番綺麗な形かなと思うよね。やっぱそこ見たいね。見たいですね。まあ、だけどね、体がね、あのどこまで持つかって本人もずっと言ってるから、もちろんみんなやめないでくれと思ってるしね、一ファンとして、ね、思う気持ちはそこかな。まあ、これからどういうふうになるかっていうのもこれからあると思うけど、まあそんなワンでした。まあ本当にやっぱちょっと話したかったかな、いろいろ。面白かった、まあ面白い。ワン、ツー、今年の俺の目標、ワン、ツーをちゃんと打てるようにしたい。そう、俺 SNS でも上げたんだけど、やっぱりね、ワン、ツー、みんな当たり前だけど、基礎でこうやって、はい、行きます、ワン、ツーみたいな感じでやるぐらいの基礎練習よ、やっぱね、これがね、俺ね、打てないの、打てないとかね、そう、いや、またまたみたいな感じじゃなくて、ワン、ツーってむちゃくちゃ難しいの。名古屋君、井上名古屋君とかもやっぱり、結局ジャブ、ワン、ツーを一番大事にしてるの。でもやっぱりそこができないから俺は打たないっていう感じだったんだけど、やっぱり俺ワン、ツー打てる選手になりたいな。これ本当に今年はね、これをやっていこうと思って、そしたらまたちょっと違う自分のスタイルになるのかなと思って。ワン、ツーってすっごい難しいのよ、本当に難しいの。ワン、ツーについての動画もまた、そうね、はい、
ちょっと学びたいし、うん、教えてもらいたいし、ボクサーとかに。あ、そういうのもちょっとね、いいですね。うん、パイセンいるじゃん、パイセン、うちもパイセン。あ、パイセンに聞きたい、俺。ちゃんさ、だって前、1年ぐらい前かな。ウキちゃん、YouTube やろうよ、コラボしようよ、つって LINE くれて。はい。で、俺、うちゃんさんに、あ、ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いします。日程とかは、あの、いつぐらいがよろしいでしょうかって LINE 送ったの。そこは半年ぐらい LINE かと。ジャムさん、いや、でも合ってるけどね。ちょっと、ジャムさん、お願いします、本当に。教えてください。お願いします。以上ですね。はい。はい、また、今年もキーちゃん、頑張りますんで、2024、キーチャンネル、どうぞよろしくお願いします。今年はね、絶対10万人、ね、行きましょう。はい。銀の盾。ちょっともらわないといけないね、取り行きましょう、はい、ね、ちょっと皆さんお願いします。本当にいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。もしこの後僕が痴漢撃退されたとするのならば、チャンネル登録よろしくお願いします。